どうも PO25 ですというところでシャニマスやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。まあ、前回日常会を挟みまして、まあ、次がね、こう今度は正規ね、まあ前回の日常会で決めた通りイルミネの、プロデュースに入っていこうかなと思ってるんですが、まあ、ちょっとまだね、まだちょっとノクチュルロスがあって、ちょっとノクチュルに触れてたいというね、まあ、ちょっと私のわがままもございますので、本日はカードコミュをちょっと見ていこうかなというところになります。で、本日見ていくカードコミュがですね、あ、間違えた、待ってね。どこだっけな、これだね。こちら、思い出にもならない福丸小糸を見ていこうかなというところでございます。なんかね、この絵を見たときにさ、すごい良さそうじゃない?だからね、見たいんだ、すごく。で、この絵さ、まず見るとさ、意外と小糸さ、そんなにちっちゃくないんじゃねえかって感じるよね。なんかね、いや、なんか、ねえ図書室だろうけども、なんかそんなに別にこういったちっちゃくないんだなーっていう風に感じるよね。まあちょっとじゃあ見ていく?いやでもいいよね、なんか桜だよ。すごいなんか、この日常のワンシーンって感じが個人的にこの絵すごく好きで、いやーいいね。ってな感じでちょっと解放してね、見ていこうかなと思います。まずアイドルコミの鍵がね、まだあるんでね。じゃあこれで、行こうか。ありふれた約束、見ていきましょう。桜だね。まどかちゃん!まどかちゃん、おはよう。歩いてたら、後ろ姿、見つけたから。かけてきたんだ。おはよう。走ってこなくてもいいのに。いるって思ってつい、今日トールちゃんと一緒じゃないんだね。いつも朝倉と、あ、でもそっか、家隣だから一緒に行けんのか。コンビニ寄ってくって。そっか、そもそも一緒に行ってるわけじゃないし。あ、そうなんだ。家が隣で同じような時間に出発するから一緒になるってだけ。そうなんだ。そうなの?約束してるんじゃないんだ。でもいいな。まどかちゃんはいつもこの時間?まあ大体はね。なんかまどかテンション低くない?朝だからかな。そうだよね。あの私も今度から同じくらいの時間に来ようかなとか。かわいいな。かわいいね。うん、その合わせたいんだな、一緒に来たいんだよ、こいつ思ってたりして。いや、お前すごいね。何、許可が欲しいの？こいつの好きにしたら。ガチでテンション低くない？まどか。本当？でもこいつはいつももっと早く出てるでしょ。そうなんだ。まあ家がね、遠いとか、無理して合わせなくてもいいと思うけど。そうなんだけど。中学の時は学校遠かったから早く行ってて、そのくせ高校に入ったのについその時間に家を出ちゃうから。えらいな。えらいな。それだとちょっと早く着きすぎちゃうし。えらいな。だからそのもうちょっとゆっくり行こうかなって思ってて。約束とかじゃなくて、まどかちゃんたちみたいにその一緒に。じゃあいいんじゃない、このくらいの時間で。遅くも早くもないくらいだし。
あ、そうなんだ。うん、嬉しそう。そうしようかな。ありがとう。すごい嬉しそう。別に。後ろの桜すごい。私は何もしないんだけど。こんなに咲く？こんな咲く？なかなかこんな咲かんよ。それはそうかもしれないけど。桜満開だね。すごい話しつなげようとして。昨日よりよく咲いてる気がする。だいぶでもそうだよね。 そんなちゃんと見てないし、よくわかんないけど。ガチで低いじゃんテンション。いや、いつもより低いよね多分これで。あ、困っちゃった。けど恋人がそう言うならそうなのかもね。信頼。最高。うん、絶対そうだよ。いや、笑顔。おお。なんだろう、すごい緩やかに話が進んだね。いや、めっちゃ桜咲いてたもんね。いいなぁ、ありふれた約束。いや、これだよなぁ。次、いつか忘れる本の題名。あれですか、あの、ご注射一期4話。ね、いや、ラッキーアイテム、ラッキーアイテムは野菜と罪と罰。最後ね、めっちゃ大きい図書館行ってね、ちのちゃんが探してる本があって、ね、題名が思い出せないんですって言って、ね、私が探してあげるよってココアちゃんが言ってね、私たち本の趣味似てるかもねって言って渡した本が、罪と罰っていう。本でね、ココアさんこれ違いますっていう。結局その探してる本は最後まで分かんないんで、今のところね。ね、そう、コミックスで発売してる段階では確か分かんなかったです。さあ、いつか忘れる本の題名。放課後だからこそじゃないですか。あんまりね、どっちかっていうと図書館、図書室って休み時間の方が。新学期始まったばっかりだからかもしれないけど。新学期ってことはさ、これどういう時系列だと思う？こいつはもう2年生だと思う？それともまだ1年生入学したてだと思う？どうなんだろう。自習スペースはそんなにたくさんなさそうかな。あ、じゃあ入学したてだ。試験前とかは混むのかも。何も分かってないわ。考えてるなぁ。これってことはアイドル始めてないんじゃないの、まだ。そうだよね、だって始めてないんじゃない、まだ。マジで中学の図書室とは違うな。もっとたくさん本もあったし。やっぱり、小糸中学受験したから、やっぱ、中学やばかったんだろうね。あ、この本、途中まで読んでたやつだ。へえ。そっか。どこまで読んだんだっけ？挟まっちゃった。なんとロマンチックな。確か花びらをキャッチするといいことが起きるとかって。キャッチしたのは私じゃなくて本だけど。もうすぐ散っちゃうのかな、桜。あれ、ん、こいた。なんでこの二人は図書館にいたん、図書室にいたんだろう。すごいそれが気になる。ドールちゃん。
こういう展開だったんだね。なんか遊んでんのかと思ったら違うんだね。あ、偶然見つけたんだ。そして、あ、気になるな、絶対この二人なんか図書室あんま来ないタイプじゃないの。声、ごめん。人いないし、あんま。この高校の人はあんまり図書室来ないんだね。新学期だからかもしれないけど。かも。夏の大会とか終わって3年が部活引退したら増えるんじゃない？そうなんだ。受験勉強する人とか。あー、そっか。そうなんだ。受験か。ね、中学の時やったんだろうね、多分こういったね。朝倉が今日までの課題やるって。朝倉んちじゃダメなの？うん、今日までのって放課後だろ。今日までのって放課後だろ。今それはちゃんとやらないとだよ。そうだ、ほら今こうじゃない。まだちょっとね、あれだね、なんか高校入ってすぐだからさ、こいつのあれがマイルドだね。うん、頑張って。ういかかりそう？ああ、どのくらい？知らないんだ。知らない。30分くらいで終わらせてほしいけど。朝倉大丈夫なのかな。じゃあ30分。すごいな。適当かな。私もこの本30分くらいで読み終わるから。終わったら一緒に帰ってもいい？あー、ちょっとまだういういしいというか、なんだろう、知り合いなんだろうけどさ、やっぱこう中学3年間空いてたからさ、すごいまだなんか手探りじゃないけど、なんかすごいまだなんか3年間埋めようとさ、すごい遠慮してるというかね。え、うん、いいよ、帰ろ。じゃあ終わったら声かける。うん、桜の花びらすごい。まだアイドルやってないんだもんね。すごい、なんかこっからさ、ね、朝倉声かけられてアイドル始めてって、なんかすごいね。いや、いいなぁ。いや、なんだろう。ね。まぁ、まとめみたいになっちゃうから次読むか。それでもまた春は。いいですね。ちょっと、今すごい落ち着いてるでしょ。ひなら出てきた。よかった。ひなら出ないんかと思った。カードのあれ的に。なんかもう暑くなってきたし、夏みたいだよね。なるほどね。季節が変わるかしらね。そうだね。もう初夏って言ってもいいのかも。学校帰りの時間でも結構暑いもんね。制服も早く夏服になればいいのにな。夏服って見たことないよね、でもね。立ち絵ないのかな、夏服の。桜も散っちゃったもんね。だいぶね。そうだね、もう葉っぱになった。桜も綺麗だけど、春早かったな。あはー、小糸ちゃんもそうだった。やっぱこの二人は新しい環境だからね。うん、だっていろいろなことがありすぎて、すぎるのが今までよりずっと早かった気がする。僕はほらもうね、の幼馴染と同じだったから、
一緒だったから、その分こう、なんだろう、こう、楽しかったろうね。うん。いろいろって、例えば？まず、高校に入学して。うん。ひななちゃんたちと一緒の学校になって、入学式もあったし。ああ、小糸ちゃん。何か呼んでたもんね、うん、そうだね、そうだね、うん、それで新しい環境になって、それからみんなと翼プロに入って、もうアイドルになってた。春の間にアイドルになったんだ。でもね、前2つの話はなってないでしょ、まだ多分。春の間になってたんだね。ノクチュルになったでしょ。いや、すごい。なんだろう。ノクチュルのプロデュース一通り終わってからこれ読むのさ、すごいなんか、なんだろう。初期感感じるというかさ。いや、ね、終わりまで見たわけじゃん。いや、ステップは、そう。ステップは過去編の話らしいんで、関係ないらしいです。ね、終わりまで見たじゃん。もう自分たちのそのアイドル像の結論まで出たところまで来たからさ、うーん、なったなった、これから壮絶のさアイドル生活、まあ干され干され悩み寺に行きっていう、そういろんなことが新しく始まったり変わったりしていくから、感傷向け、やばい、何これ、なんていうか、やばいやばい、今までよりすごく早かったなって。ひななちゃんはそんなことない？へえ、ひなな、ひななは変わらないよ。え、そうなんだ。ひななはずっと楽しくて幸せ。よかった、それが一番いいよね。だから毎日すっごく早い、ずっとね。そうなんだ、すごいな。うん、すごいよな、わかる。あはぁ、小糸ちゃん、春がすぐ終わっちゃったなら夏もすぐ終わっちゃうのかもね。気がついたら秋になってて、冬になってて、それでまた春かも。うん、そうかも。こんなに暑かったらレッスン室、冷房入ってるかな。どうなんだ、なんかいつもの、いつものあれだね。あ、どうだろう。到着する頃にはレッスン室がいい感じに冷えてたらいいのに。前に誰かが使ってたら、もしかしたら涼しいかもしれないけど。ああ、じゃあプロデューサーに連絡してお願いしてみる。ひななたちが使うレッスン室、ひんやりさせといてって。そんなこと、プロデューサーさんにさせちゃダメだよ。そうだね、プロデューサーの扱いは変わってないね。ダメかな。でも、その方が練習うまくいくと思うけど。まあ、プロデューサーだったらやると思うよ、多分。うん。それは、そうかもしれないけど、余裕でやるよね。全然。あはー、もしもし、電話なんだね。電話なんだ。ちょっとひななちゃん、あ、最高ですよ。そして普段ひななって、ひななじゃねえ、小糸ってさ、いつも立ち絵ブレザー着てるじゃん。だけどさ、学校生活この格好なのかもね。あ、これもいいじゃない。ね。まあ、いつもブレザー着てるのは大変だからね。うん。これいいじゃない。この学校好きだな。
この学校の立ち絵欲しいな、コイトな。コイトだけいつもブレザーだもんな。朝倉もこれで、マトカもこれなのがわかるしな。これだったらさ、日常生活送るんだったら、全然申し分ないじゃん。で、ひなのはあれ着てるじゃん。曰くばパーカーみたいなやつ。いや、コイトはいつもさ、あれだからさ、このコイト立ち絵欲しいよね。いやー、てな感じでございました。いや、すごい、グッドタイミングでこのコミを見た気がしますね。これね、この動画の撮影がね、天神コミを見終わってさ、次の日なんだ。そう、次の日。投稿は多分いろいろぐちゃぐちゃするけど、天神コミを撮影した、転換だ、ごめん、転換を撮影した次の日なの。めちゃめちゃグッドタイミングで見たよね。最高のタイミングでしょ。だって。最高のタイミングにじゃない？本当に。ここに来てだよ。全部一旦ノクチュルのプロデュースを終えた後に、次の日にだよ。ノクチュルの初期を見るっていう、この、いや、最高、自分を褒めたいぐらい最高のタイミングだ。いや、これからいろんなことがあるんだよっていうのをね、こう、コイトもそうだし、ノクチュルもそうだしさ、これからいろんなことがあるっていう前の話よ。でもいいタイミングで見たと思います。ありがとうございました。まあ、というところでね、今回はこれで終了というところでございますので、ありがとうございました。チャンネル登録とかもね、待ってますんで、お願いします。というところで、ありがとうございました。バイバイ。